A ちゃんのさ、めっちゃ可愛い話してもいい？ A ちゃんってさ、すっごい真面目なんだよ。本当に真面目で、公式の企画とかでよく MC とかをするんだけど、A ちゃんって基本的にはいつもやっぱりそのスタジオにいるんだよ。で、まあこれ50世でさ、ムラミーたちは割とその自宅からね、その配信したりとかするんだけど、参加したりとかするんだけど、A ちゃんのさ、そのマイクの音ってちょっとだから特殊なんだよ、つながれ方が。その他のメンバーとは違うマイクのつなぎ方してるから、A ちゃんは、自分の声がマイクに聞こえてなくても、実はさ、ラミーたちは聞こえてることがよくあるの。そう、A ちゃんまさか聞こえてると思わないで、こう喋ってることが大体こう、ホラメンには聞こえてるんだけど、本番前とかに、すごいね、その、台本をね、読み込むんだよ。そう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 。台本を読み込むし、そう、発声練習とかもすごいするの。そう、発声練習を欠かさないでやるし、台本も、皆さんこんばんはみたいな、さあ、始まりましたみたいなやつを、最初にやるんだよ。それが、A ちゃんは聞こえてないと思ってるんだけど、あ、これね、毎度なの、毎度。一回とかじゃなく、毎回なの、これ。そう、一人リハーサルをするし、発声練習もするし、もう全部ね、聞こえてるんだよね。教えてあげるにしても、だから聞こえてないから、ラミーたちの声は、A ちゃんに、そう。まさか聞かれてると思わないで、そう、発声練習したり、みたいな。発声練習とかが聞こえるの、あ、またやってるーと思ってでもそう、マイク繋がった時とかに、そう、え、じゃ今日も聞こえてたよって言うと、本当ですか、え、もう聞こえてないと思ってました、恥ずかしい、そう、え、でもそう、そういうことがよくあっても毎回それを欠かさないんだよ、めっちゃ可愛い。そう、え、皆さんは、その配信前にルーティーンとかないんですかって。そう、なんか、A ちゃんは結構その発声練習とかするし、その台本の読み込みとかもするんだけど、え、皆さんはされないんですかって。しないっすねーってみんな。誰よりも A ちゃんが真面目。そう、いや、しないっすねー。